え、ゆめちゃんだ、ゆめちゃん。どうしたの、ゆめちゃん。ゆめちゃん、どこ見てんの。そっち何もいないよ、ゆめちゃん。え、ちょっと待って。はい、こんばんは、島津です。本日もね、花子さんやらせていただきます。前回ですね、そうだね、セクシーな首なし幽霊を浄化してあげたところで終わりました。で、今回、そうそう、ろうそくね、三つ目手に入れたんで、今から屋上に向かいたいと思います。果たしてね、何が起こるんでしょうか。そして、ゆめちゃんはね、どこへ消えたんでしょうか。ね、気になりますね。では、行きます。あ、あと、あの女の子、怪我してた女の子、どこへ行ったんでしょうかね。屋上にいたりしてね、いるかもね。さあ、来ましたよ。この、待って待って。お、びっくりした。この時点ではまた変化ないですね。ちょ、アイテム関連ないかな?アイテム関連はなさそうですね。OK。じゃあ、残りの儀式用ろうそくを置きます。何?何何何何これ?え?これ何?懐中電灯がね、選択できなくなった。あれ?鏡。これなんて読むんだっけ?矢尾だっけ?まあ、ね、除霊に使えそうな鏡を手に入れました。おーっと?おっと、これは。そういうことか。懐中電灯がなくなって、この鏡の光で、残りの敵を浄化していくんだ。ほら、浄化っていうか攻撃していくんですね。いや、これは、あれだな。強力そう。ねえ。なんか、紋章も書かれてるし。懐中電灯からね、取って代わって新しい武器が誕生しました。うん。おい、いたいたいた。え?これ誰?誰?え?ゆめちゃんだ、ゆめちゃん。どうしたの?ゆめちゃん。ゆめちゃん、どこ見てんの?そっち何もいないよ。ゆめちゃん?やばいやばいやばい。なんかゆめちゃんがやばそう。私、本当にあなたを助けたいと思ったの。何か使えるものがないか探してたら、これを見つけたの。地下のドアの鍵みたいなんだけど、怖くて行けなかった。それより襟を見つけないと。あ、ゆめちゃん、手助けがしたくて、おお、手助けがしたくて、頑張っててくれたみたいだね。怖っ。ちょっと待って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 。あ、ついてきてくれる。そうか、エリちゃん。じゃあ一緒に、あー違う、エリちゃんじゃない。ゆめちゃん。エリちゃん探そう、一緒に。強力なね、武器も手に入れたからね。あ、やばいやばいやばい。今気づいたけど、この鏡も、バッテリー消費してるわ。今気づいた。本数が減ってる。だからむやみに使えないわ。ちょっとかっこよかったからさ、使ってたけど。地下行きましょうか。小判あと何枚?小判は?あと1枚か。いや、セーブするには惜しいね。ちょっと。花子さんっていうさ、本丸がいるから。ちょっと使うに使えないですね、これは。だから、ノーセーブでとりあえず行くしかない。開けた。ゆめちゃんも来る?ゆめちゃん逃げる?どうする?どうする?わたわたしてる、わたわたしてる。地下のね、扉が開いたから。どうしよう、私どうしよう、的なね。OK。敵は?怖っ。小判あった。小判あったなら、一回戻りましょう。わたわたしてる、わたわた。こっち来な。こっち来な。そこでわたわたしてると襲われるから。このアンチに入ってきな。ゆめちゃん、ゆめちゃん引っかかってるわ。オッケー、セーブした。じゃあ、行きます。ダメだ。ゆめちゃんそっから動かない。わたわたして。これどっち行くべき?こっち?わあ、古いね、この地下室。え、トイレ?
トイレっぽい。え、なんで地下にトイレが。あ、トイレだよね。これトイレだよな。はいはい、ここって、そうだね、体育館とかに置いたりする椅子を保管しとく場所だ。あったよね。うん、こういったところ。自分の学校はね、体育館の、台、舞台上かな、舞台上の下がね、ちょっと空洞になってて、そう、そこにね、椅子とかをしまってましたね。で、そっから椅子を運んで、体育館に、うん、設置したりしてました。広いなぁ、これ。エリちゃんいた。エリちゃんいたよ。あ、エリちゃんだよね。広いなぁ、ボスやん、これ、どう考えても。花子さんでしょ、どう考えても。エリちゃん。エリちゃん、無事。よかった、よかった。いや、あのさ、花子さんがさ、なんか、赤いものがこう、下、垂れ落ちてるもの持ってたから、エリちゃんの首かと思ってたんだけど、生きてたわ。エリちゃん。ああ。あの子は本当は誰も傷つけたくなかったの。すべて終わらせたいだけ。それだけだったの。私知っちゃった。私たちが複雑にしちゃったって。もう私行くね。ごめん。え？あ、エリちゃんが連れて行かれた。え？あ、来た！花子さん！花子さん来た。え？ちょっと待って。首もがれたのエリちゃんっぽい。だから今連れて行かれたんじゃないの？花子さんに。で、今包丁持ってた。でっかい包丁。ちょっとまずいな。戦えるか？どこ行った？あいつ。どこだ？あっちいる、あっちいる。気づいてないわ。気づいてない。これさ、花子さんトイレに隠れるんじゃない？ここに設置されてる。だよね。え、どこ行った？で、そこをこれで除霊するんじゃないですか。あれ、花子さんが消えた。花子さんが消えた。いた。花子さん、花子さん、バトりましょう。私とバトりましょう。き、あ、え、おっ、花子さん、え、なになに、花子さん聞いてなくない？これ聞いてる？いや、聞いてない、聞いてない、聞いてない。花子さん、危ない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 、こっちやばい、こっちやばい。早っ早っ。あ、食らってた食らってた。待って、花子さん早いんだけど、足がほん、ほら危ない、シュンって、ほら危ない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 、怖い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 、怖いよ。結構ダメージ与えないとダメっぽいね。ちょっとサムネ用にしっかりこう取っていかんと。よし、いいぞ。今いいサムネ取れたんじゃない？消えた消えた。ここか。ノックする。ここじゃない。ここだ。おった。おった、花子さん。うおお、怖い。怖い、この出刃包丁が怖い。危ない危ない危ない。ちょっと待って、これさ、落ち着いて回復なんてできないから、ダメージ食らわんほうがいいね。ノックする。外れ。そこ？違う。ここ。違う。どこだ？どこに隠れた？あれ？ちょっと待って。あ、今。どこ消えた？ここ？違う。泣いてる泣いてる泣いてる。ここっぽいな、ここっぽいな。音がこっから聞こえる。ど？違う、外れ。ど？やばい、花子さんどこいる？ここ？違う。え？どこ、花子さん？ここ？いない、いないぞ。ちょ、まだある？ノックしてないとこ。あれ？もう全部ノックしたんじゃない？あれ？え、全部ノックしたよ。あ、ここかな？ここだ。ここだ。出てこい。よいしょ！
よいしょ、シュンシュン、浄化してくれ花子さん、こい、はいよ、はいよ、おうおうおう、こい、はい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 、いって、危ない危ない危ない、今のうち回復、春、おお危ない危ない、入んなかったよ、え、どこ行った、は、待て待て、怖い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 、見失うのが一番怖い、やっべ怖え怖えよ、ほら浄化されろ、浄化されてくれ、お願いだ、まだか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 、こいつ、アナゴさん、アナゴだ、おし、いた、つえー、え、バッテリーないんだけど、危ない、よし回復、あ、やばいやばい、ノックじゃない、ノックじゃない、いる、どっか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 いる、どこ、きゃ、おおおおお、あれ、いない、消えた、あ、やばい、変化つけてきてる、動きに変化つけてきてる、やばいやばいやばい、おー、怖い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 、あ、いった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 、花子さん、浄化成功、花子さん、首がなんかおかしな方向に曲がってるけど大丈夫？終わった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 、花子さんダウン、おーおーおお、何何何、ポータル、ポータルここで横文字が出てきましたよ、横文字が、ポータル、え、何、ポータルに入るってこと、このまま入ると危険な気がする、じゃあどういった状況で入ればいいの、ポータルが出てきた、びっくりした、ちょっと待って、電池持っていこう。でもさ、外行けないんだよな。セーブができないんですよ。このまま入ると危険な気が。どういうこと？このまま入ればって。なんもないよね。一回さ、花子さんこの中に放り投げて、ね、確認してみるのもいいかもしれないよ。一回一回ね、ここに寝てる花子さんぽいって。え、これ、え、入れないけど。浄化？浄化するわけでもない。あ、お守りか。お守りを持って入れってことか。これで入れるんじゃない？ほら、ポータルに入る。これがないと無理だったんだ。え、どこ行くんだろう。ゆめちゃん、置いてきたっきりですけど。え、待って待って、なんかローディングが怪しい。よかったよかった。どこここ？どこかね？懐中電灯もなんもないよ。エンディングっぽいですね。やった、クリアか。どっちのエンディング行きますかね？第1行くのか、第2行くのか。花子さんおった。井戸やん。どうしたの？花、え、違う、エリちゃんだった。エリちゃん殺されたわけじゃないのか？ポータルに連れ去られただけなんですね。これは？井戸から血を飲む。いやー、いいわ。血なんて、鉄の味しかしないし。エリを連れ戻す。はい、いいえ。連れ戻す。本当に？ここだ、ここが、エンディングの分岐だ。はい。でも、あれ、このエリちゃんちょっとやばいかも、目が赤いよ。あ、エンディング2になった。学校を後にした私たち、夢はずっと震えているし、わたわたしてたもんね。エリは泣きじゃくっている。あ、花子さんのことを知ったからか。うん。それでも私たちは生きている。あの時、エリを連れて帰れなかった。たらと思うとゾッとする。でもエリはあそこでの出来事を覚えていなかった。あれはエリだったけどエリじゃなかったのかもしれない。花子さん、あれは私たちが読んでいいものではなかった、少しだけいじめっ子が心配だったけど、あのいじめっ子は何事もなかったみたい。花子さんを倒したからなのかな。飽きてきたのか、いじめもなくなってきている。
私たちが行ったのは無駄だったのかもしれない。もう人を呪うなんてことしないだろう。人を呪わば穴二つってね。あ、いじめられてたから花子さんを頼ろうとしてあそこに行ったってことか。ゆめちゃんがいじめられてたんだよね。それからというもの、徐々に花子さんの話をするものは減り、花子さんの噂は最初からなかったかのようになくなった。ゆめとえりとあれから花子さんの話は一切していない。三人の暗黙の了解となっている。もしかしたらあれは幻だったのかもしれない。そう思うこともある。あれからみんないつも通り。今日も私は学校に来ている。先生と女の子が教室に入ってくる。転校生を紹介する。お手洗い花子だ。夢と襟が一斉にこちらを見ると同時にお手洗いさんと目が合う。私に向かって何か言っている。よく目を凝らして読み取ってみる。逃がさない。追ってきたってこと、花子さんを。花子さんが、あれ、お手洗いって読むよね。ああ、白昼堂々とね、主人公たちを追ってきたみたいですね。夜だからとかもう関係ないみたいです。昼間も追ってくるみたいですよ、このお手洗いさんは。やったー、クリアー、やりましたよ。あ、どこに乗ってたかっていうのをね、表示してくれてますね。はいはい。あ、ガチさん、あれ V だったっけ ?V の方だったっけ。あ、いた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 。島蔵鉄砲兵5年1組学級目標にいたみたいですね。はい、ということで、トイレの花子さん、ね、エンディング2でクリアしました。いやーね、今作も面白かったですね。それでね、赤マントに近い形のゲームだったんですけど、赤マントほどハードコアさはなくて、程よい難易度で遊べたから、そこも個人的には良かった点かなって思ってます。それで一番、なんつうのかな、恐怖を覚えたキャラクターなんだけど、クモだよね。クモはマジで衝撃的だった。トラウマレベルですよ。あんな、ね、子供が、このゲームプレイしたら。それでラストの花子さんも怖かったですね。あんなさ、アグレッシブに動く花子さん、私見たことないから。包丁持ってね。いやー、よかったよかった。それじゃあエンディング2の方も見ていきましょうか、せっかくなんで。エンディング2の場合は多分血を飲むだと思いますね。 OK、 それじゃあ次は血を飲みましょう。井戸から血を飲む、本当に。え、どうなるどうなるどうなる。これが第1でしょ、バッドエンドでしょ、これ。エンディング3だって。え、待って待って、エンディング3つあるみたい。とても魅力的だった。まるで吸い寄せられるかのように井戸へ向かった。浴びた血は力に溢れてくる、溢れていた。自分の中にその力が流れてくる。エリにこの力を渡さなくてよかった。花子さんが、いない今、この学校は私のものね。なんだか今までのことがどうでもよくなる。噂につられて学校に来た子たち、自分で読んだくせに私が現れると一瞬で恐怖の色を見せる。その代わりよったら面白い。ああ。なんて楽しいの。こんな楽しいことをあの子はしていたのね。もう友達の名前も家族も自分の名前でさえも覚えてないけど、私がやることだけはわかる。ただ一つだけ簡単なこと。夜、この学校に来た子たちを殺すだけ。そう、私はこの学校の花子さん。やっぱね、血を飲んだら花子さんになるってことだったんですね。っていうことは、今倒した花子さんもこの井戸の血を飲んだんでしょうね。これバッドエンドだね。
そうか、エンディング3つあったのか。それは知らんかったな。はい、いかがだったでしょうか。まあね、そうだね、エンディング2と3見させていただいたんですけど、グッドエンドと、まあ、主人公が花子さんになっちゃうエンドになりましたね。それで、あの後ですね、もう一回ポータルに入って、何か別のことができないかなと。エンディングの残り一つが見れないかなって思って試してみたんですけど、特にね、することはできませんでした。うん、エンディング1に持っていくことができませんでしたね。だから、別の方法で、クリアしないといけないみたいです。予想としてはですね、あれじゃないかなって思ってて、怪我してた女の子がいたじゃないですか。あの人を絆創膏を使って助けたら、お守りがもらえたんですよね。ポータルに入るための。だから、子を助けてなければ、別の選択肢に進んでいくんじゃないかなって思いました。はい。それで、エンディング1。ね。やろうかどうかちょっと迷ったんですけど、今回はね、そうだね、ぜひとも、ね、すごく花子さんこのクオリティ高いゲームだから、ぜひともね、視聴者さんに花子さんを購入してもらって、ね、エンディング1、確かめてもらえればいいかなって、ちょっと思っちゃったんで、今回はエンディング2と3を見てね、終わりということにしておきます。すごくね、クオリティ高い、面白いゲームになってるんで、ね。視聴者の方はぜひ購入してみてね、このトイレの花子さん、実際に体験してみてください。はい、それではね、長きにわたり、花子さんお送りさせていただきましたけど、ここまでとさせていただきます。次回のね、チラズアートさんの作品もまた楽しみですね。はい、それでは、島津のトイレの花子さんになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。